あれ蝶野さん、あのこの間お聞きしたんですけど、はい、プロレスラーになるきっかけって何、はい、だって言ってたっけ。テレビで藤波さんと長州さんっていう、はい、あのさっきバカにした人ですか。そうですよ、もうこの2人がガーッとアントニオ猪木さんの次の担い手でって、はい、で2人でリング上でなんか言い合いの喧嘩してたんですよね、はいはい、俺はお前の釜瀬乳じゃないとかって言って、はい、でどんでまたマイク取って言い合ってて、その時はちゃんとこう何言ってるか分かった感じ。いや、そしたらこの間その先輩2人に聞いたんですよ、はい、お互いにあの時はマイクで何したか、はい、聞き取れてるんですかって、うん、いや分かってないって、うん、単に自分の言いたいことを言ってるだけ。なるほどなるほど。だからね、レスラーはひどいのが、はい、あの我々後輩は電話がかかってくるじゃないですか、はい、で道場なんかで自分たちもあの寮生なんかの時に、例えばその星野勘太郎さんっていう人がいるんですけども、はいはい、で星野勘太郎さんから電話がかかってくると、はい、でも何言ってるか分からないんですよ、はい、なんとかでどんな子って、喉は潰れてるわ、はい、滑舌は悪いわで大体その適当に返事をしとくんですよ、はい、分かりました、はい分かりましたって言って、後輩の天山っていうのがいるんですけども、うん、道場でちゃんこ番をやってる時に、うん、橋本選手ってジムラの同期のやつから突くレンゲ、うん、でお前レンゲがねえからレンゲ持ってこいって言ったら、球がすぐ近く、球がなんですけど、球が走っててその花かなんかレンゲの花がないって言って花だと思ってたらしくて、もうだから聞く方もなんか聞く能力がないっていうような、もうね漫画みたいですよね。いやー面白すぎますねそれは